レジアスはトヨタ自動車が製造・販売していたハイエースをベースとするワンボックス型ミニバンである。1995年に発売されたグランビアを基本に全長、全幅を詰めた実質的な姉妹車である。ワゴンの大きな特徴としてメーカーオプションでフロントシート以外の全シートを脱着式に変更でき、ユーザーが自由に外して、 商用車並みの過失溶石を作ることができた。また、内装の質感は、グランビアよりまっさる点が多く、最上級グレードの GX パッケージには、グランビアより高額なプライスタグが付けられた。これは、それまでのトヨタの最上級一ボックスとして君臨した、ハイエースの実質的な後継者という役割も担っていたためである。テレビ CM には、宇崎竜道が出演した。 また、スポーティーグレードのウィンドツアラーも設定された。ややおとなしい外観の標準グレードに比べ、メッシュグリルやエアロパーツで正観差を演出し、内装も標準グレードと差別化されていた。搭載エンジンは直列4気筒のみで、ワゴンのガソリンは2.7リットル直列4、気筒 DOHC の 3RZFE 型、ディーゼルは3.0リットル OHC ターボ付きの1、 KG 手形であり、発売当初のグランビアと共通である。バンは、ガソリンが2.0リットルの 1RZ 型、ディーゼルが3.0リットルの5リットル型である。搭載位置もグランビアと、同様、フロントエンジンの形をとる。社名の、レジアスは、ラテン語で、華麗な、素晴らしいという意味であり、スタイリッシュなボディと、華麗な走りをイメージして名付けられた。なお、 レジアスの名称はハイエースの姉妹車で同じくトヨタビスタ店先売車種であったレジアスエースとして2020年まで残されていた。ありがとうございます。